い、でもキョペイちゃんです。妖怪ウォッチ2やっていきましょうということで、今回ですけども、前回のねコメント欄とかに多かった、三つ股のづち対策、まあ特に雨のづちが最近流行ってるらしいんですけど、そういったパーティーをね今回はちょっと駆逐していこうかなと、懲らしめてやろうかなと思います。まあ多分ね、あの三つ股のづちと人任せ人とか使って、もう俺強えみたいな、感じに調子乗ってると思うんで、まあサークル回しとね、パーティー構成でちょっとやっつけていこうかなと思います。ということでちょっとねパーティーを組んでいきましょう。はい、ということでね、対三つ股のづちパーティー作り終わりました。ということでね、装備紹介していきましょう。ボーボーは、隠密婚です。そして、しどろもどろも隠密婚。で、厄介は装備ができないんで装備なしと。そんで、これか。犬神も隠密婚となってます。で、カラカサマシン。これはブロッカー婚ですね。前に出た時にガードするやつ。で、美脚が隣の妖怪の HP 回復のコン2つ。こんな感じでやっていきます。まあ、三つ窓のづちが来たら、カラカサマジンガードさせて、反射すると。で、まあ、その時に多分、ボーボーと犬神は落とされると思うんだけど、まあまあ、そういうパーティーってね、あの、三つ窓のづち頼りのパーティーなんで、まあ、そこさえ落とせれば、相手の火力的には問題ないかなと。まあ、あとはその他のパーティーが来ても、割とね、対応できるんじゃないかなと思います。まあ、多分ね、普通に、幅広く勝てるパーティーだと思うので、こんな感じでね、ちょっとやっていきましょう。お、来た。ミータンさん、妖怪シーン満点。よろしくお願いします。さあ、どんなパーティーでしょうか。三つ股のづち来ないかな。マジでね、懲らしめたい、本当に。ということで、やっていきましょう。いざ勝負。おー、来た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 。がっつり、三つ股のづちだ、これ。まあこれで多分ボーボーと犬神は落とされると思うんだけど、まあ、別にねこいつがいなくてもいい。まあなんでかというと、こういうパーティー、三つ股のづちの頼ってるパーティーって基本的にね肩透かし系入れてないはず。まあてか入れられないんだよね。なぜならのづちの火力を上げるためにそこを使ってしまうから、その枠を。これでもう敵あれでしょ、こいつらだけでしょ。こういうパーティーって基本的に三つ窓のづちしか単体の火力強いやつがいないから、もう三つ窓のづちさえ倒してしまえば、もう厄介指導モドロだけでもなんなら倒せる。基本的にね、たまにブシニャンとか裏に入れてるやつとかもいるけど、まあいたところでなんか火力上げてないブシニャンはそこまで怖くない。なぜかというと厄介がめちゃくちゃ硬いから、硬くて HP がめちゃくちゃ多い。黒鬼より、強いから、壁としてはね。だからすごい優秀なんだよね。これ多分敵もう諦めてない三つ窓の土落とされた時点でも諦めてないか、これは。なんなら諦めてるよな。まあ、裏がどんな感じか。まあ、雨の土だったんで、多分ね、雨女とか入れてると思うんだけど。だるいな、この取り付き攻撃が。倒せ。さあ、裏どんな感じよ。ほらね。こんな感じよ。三つ窓の土の火力を上げるために、こうやってね、雨女とか入れて、なんだよ、枠を使ってしまうから、肩透かし系入れる余裕もないし、武士ニャンとかね、そういうのも入れる余裕がない。逆に入れてしまうと、三つ窓の土が弱くなってしまうんで、入れられないんだよね。だから別に、犬神とボーボー落とされたところで、三つ股のづちさえ落としてしまえば余裕。あとはもうこれ自滅待つだけじゃんね。簡単な仕事ですよ、三つ股のづちぶっ倒すなんて。これでね、ちょっとでものづちが減って、なんていうかな、サークル回しを楽しむパーティーが増えてくれたら個人的には嬉しいんだけどね。ほら急げ。はい、オッケー。これ自滅罰だけっていうね、簡単な仕事。めっちゃ気持ちいいんだけど。はいよ、ドン。早く。これ死ぬんじゃない？そうそう。おい、オッケー。あと一人。いやー、簡単だったな。簡単なお仕事ですよ。はい、ということで、ミータンさん、対戦ありがとうございました。お、総一郎さん、妖怪シーン2912点。よろしくお願いします。オロチアイコン。
さっきもオロチアイコンで三つ股のづちだったな。ワンチャンあるぞこれ。いざ勝負。おお来た来た。2体も入れてんの。それ火力的にどうなのね。これじゃ多分そこまで火力上がんないと思うんだけどな。どうだろう。大滝の術弱いなこれ。やっぱりこれじゃ反射するのも時間かかるぞ。おお煉獄。あーまあ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 って感じか。どうした、ガードなし、ガードなしでそんな感じでいく。ご利用しだな。本当に本当に三つ股の字頼りのパーティーって感じだなこれ。これ余裕だろ。あと一発ずつであれ倒せる。まだいんの。どんだけ。4体か。どんな面白いのかこれ。サークル回しもクソもないなこのパーティーは。まあ別にいいけどさ。絶対勝てるやんこんなの。こんな普通のさ物理攻撃が黒いとマスクのニャンだけだったらこのパーティーには100戦戦っても100戦勝てるわ。マジで反射していくだけだもんな。よいしょ。いやこれは楽勝だな。しかし相手のマスクのニャンしっかりガードすんな。もうそうそう指導モードとかの必殺もたまる。モーコの粘りがここで発動。あれちょっと待って、サークル待ってない、サークル待ってない。危ない危ない。たまにこういう番が起きるよな。出してきた出してきたぞ。たまらず出してきた。サボっていく。じゃあまあ容器いただいちゃいますか。ガード状態でカラカサ魔人に必殺モーションをずっとさせとけばずっと反射するから普通に強いんだよね。ロボ F コンの場合はね、ロボ F コンの場合はあの必殺チャージ中ねダメージ反射しないけど、カラカサ魔人の妖術反射は反射する。謎にね。だからこうやってガード状態を解かないように必殺状態にして跳ね返す。ほらこれで余裕。価値格でしょ。簡単な仕事。オッケー。あ、また来た、また来た。また必殺チャージ入って反射して倒していく。なんやこれ。なんなんこれ。これだけで勝てるならもういないか。よし、あと黒鬼だけ。あとはまあ必殺でね、取り付くか入れて、ぶっ通していこう。ちょっと。よいしょ。これ削るの時間かかんな。まあ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 、ガード解いてくれればな、割とダメージ入ると思うんだけど。厄介な呪い。よいしょ。これが確か追加ダメージだから。ダメージ、ダメージ。ダメージどこ？あった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 。追加ダメージも入れて、じわじわと、オッケー。まあまあまあ、こんな感じが。余裕で勝てるわ。絶対負けない、これ。はい、ということで、総一郎さん、対戦ありがとうございました。次、行きましょう。お、来た。伊藤ひろと様。妖怪 C2973 点。よろしくお願いします。あやとり様アイコンだったね。強そうだな。さあ、どんなパーティーが来るのか、やっていきましょう。いざ勝負。おお、来た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 。ゴリッゴリの、ゴリッゴリの三つ股のおずちパーティーだね。バカ好きの取り付けまで入れちゃって。どんな火力を。そうでもないな。まあまあまあ普通か。こんなもんか。さあこの辺で倒せないか。 OK 倒していく。で青鬼もどうせ妖術でしょ。はい来た。
すごいな。もう何なんだろうね。何なんだろうな。まあまあいいけど、まあこうやって俺がこっちにするとまた出してくるでしょ。それぐらいの火力じゃ厄介は落ちない。まあこれであとカラカサ魔人の揚力を貯めて、もう必殺チャージずっとさせとけば、あの放置で勝てるなこれ。放置で勝てちゃうぞ。さあ来るぞ。帰ってくるだろう。揚力いただこう。必殺貯めたい。もうちょっとで溜まる。意外とカラカサ魔人の揚力溜まんの、妖術揚力か溜まんのが容器か容器が溜まんのが遅いんだよな。まあ別にあのブロッカーコン使ってるから、まあ出し入れで別に対応はできるんだけどね。ナイスガード。さあさあこの辺で青鬼そろそろじゃない。あー取り付け入ってたか。そろそろいいところで落ちると思うんだけどな。さあ雨女に取り付いていく。未来予知。さあもうちょっとでもうちょっとで魔人の容器がたまる。さあこの辺でたまるんじゃない。取り付けが入っていく。容器溜まったらもう放置ゲーだな。溜まった。あともうこうしとけば勝てるからもうこれで放置、うん、これで放置で大丈夫。あとはもう勝手に自滅してっからね敵が。バカめ。よいしょ。さあ来いよどんどん撃ってこい。はい、オッケー。青鬼退治。簡単な仕事だな。あーそう来る。じゃああれか、こっちにしようか。はい、じゃあカウンターで指導モードル合わせていきます。大したことないだろう。ガード入ってるしね。カウンターで指導モードルのあの絵とちょっと決めていく。はい、そしたらまたガードに入ります。簡単すぎる。なんつうこともないな。さあこれでいいところ落ちるんじゃないですか。もう諦めてるか敵。いや厄介な呪い。これが本当に厄介なんですよな。ダメージ減るし HP 減るしね。雨女が出てくる。はい、ガード入ります。よいしょよいしょかわいそうに。 OK 勝った。三つ又の寿司伝絶対この形で勝つね残りが。はい、ということで伊藤博人様対戦ありがとうございました。てな感じかな。うん、まあ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 いい感じに駆逐できたんじゃないでしょうか。必ず4枚生存でね、勝ててるんで、まあ安定はしてるでしょう。まあ、他のパーティーともね途中何回か当たってるけど、まあその辺も安定して勝ててるんで、結構幅広く、まあ野土だろうが野土じゃなくても対応できるかなと思います。はい、ってな感じで、唯一ね、あの、赤鬼無双と一回当たったんだけど、それ結構厳しかったけど、まあ、それもね、サークル回しと必殺うまく使って、対応して勝ってたんで、まあ、もしよかったらね、あの、三つ窓の寿司に殺されまくって、もう、切れそうっていう人は、あの、俺と同じパーティーを作って、懲らしめてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。お、来た。コハムッチさん。妖怪シーン2992点。よろしくお願いします。満点からの1負けって感じだね。ということでやっていきましょう。さあ、どんなパーティー？いざ！勝負！
おー来たー、顔に無双か。これはちょっと頼む、人任せになし、なしでいるこれはちょっときついな。ガード無視やばい。はい、カラカサ魔人さようなら。ちょっと厄介、回復させないけど、よし、ナイス取り付け、入れ。よっかよっか、ボーボーの必殺さえ溜まればワンチャンある。一発サイロ、厄介一発サイでお願い。よし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 、ナイスナイス、オッケー。必殺取り付け必殺でば多分あっこにしまってくれるはず。オッケー、耐えていく。よしよし、しまったしまった。そんで即シドロモドロも打って、多分シドロモドロが打ったタイミングぐらいであっこに戻してくんじゃない。どうだろう。そしたら厄介の必殺を打ちたい。多分これで赤鬼に戻すはず。知らんけど来そうな気がする。うわ、来た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 。耐えろ、これは耐えるだろう、一発耐えるはず。よし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 、これを入れてまた赤鬼をしまって、その間に厄介を回復させていく。必殺したい、ボーボーの必殺貯めたい。キョ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 、すぐ返してこないかな。いや、返してこないか。厄介落としたいだろうなと思ってすぐ戻してくると思ったんだけど、そうではなかったか。ミスったな、ちょっと美脚の容器回収しておくべきだった。思ったより相手のお払いが早くなかった想定よりお払いが早くなかったか。あ、でも亀なしにしてくれた。これはサークルミスか、単に取り付きお払いしたいだけか。やばいな、来ないで。ブリーの取り付きは切れてるっぽいな。頼む、急げ急げ急げ。やばい、これで厄介が落ちるな。厄介が落ちていく。でもまだ勝てる見込みはある。指導モードの必殺したい。サボんなバカ、美脚で一発受けていく。もう美脚はもうこの時点で必要ないからね。とりあえず一発美脚で受けれたのはでかい。で、前3枚生存でしょ。これで一幕落ちないか。落ちろ、一幕落とせればまだチャンスがある。どうだ、落ちないか。ギリ、続け続け。よしよしよし、壁も落としちゃうか。これ戻してやね、落としたいよね、赤鬼で。残り2枚、いやーマジか。まあまあ、でもこれで壁落ちてくれば、まだ落ちろ壁。いや残んのかバカボーボーの必殺が溜まってる、まだ落ちないのか。ワンチャンこの猛攻粘りでこれ入んないかな。ナイス必殺、これで多分犬神落とされるでしょう。犬神は落ちるけど、ここで取り付けを入ればワンチャンある。ぼーっとしました。残りどんなもん、いけるいけるいける、頑張れ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 、ほぼ頑張れ。もう一発撃て、もう一発撃て。よし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 、あぶね。いやマジこれ俺のサークル回し勝ちだろ。相性的にはクソほど悪かったけど勝てたはい、ということで小浜内さん、対戦ありがとうございました。